テンション上げた、ギアを上げた対戦相手、うん、昔はそういうの許された時代ですからね、うん、いい時代でしたよ、うん、それでもうそこからは山川も負け。山川さんがテンション上げた、ギアを上げた対戦相手、まず門田博光さん。あ、私はもう門谷のおかげ。どんな戦いがずっと続いていったんですか。ツーアウト満塁ゼロスリー、今でスリーボール、ノーストライクスリーボール、まっすぐしか投げないよ、はい、当時は門谷のまっすぐ、はい、普通なら待つじゃないですか、はい、バッと振って4球目ストレートストレートまっすぐ真ん中高め、ビャッバーンとフライがあってパッとやったら門谷が帰り際なんか男と男のチームじゃなくて、なんか心意気同士ですね。もうだから門谷をまっすぐで抑えてるときは、今は山田の調子は上、うん、打たれたら下降気味、その調子のバロメーターのバッターの一人は。やっぱり胸騒ぎする相手ですか。胸騒ぎするね、振りますよね。振るどころじゃない、体ちぎれるぐらい。ネクストバッターサークルってわけですか、はい、あそこでスイングね、あそこでバーッバーッと振ってるあの音がね、マウンドまで聞こえてくる。聞こえてくる。清原もそうやったね。清原は違うのよね、うん、清原はね、入団するときにね、山田さんの進化をしたい、おそらくもうストレートはそんなにもう速くなかったし、うん、やっぱり山田だったら進化って言われてたから、その進化をホームランしたい、うん、そういう話は清原選手は言ってました、うん。それはまあ年代的に清原とは山田さんの全盛期じゃない時、山田さんの晩年に清原が来たっていう、これがもしも全盛同士やったら、まあ胸騒ぎしたでしょうね。それはもうだって石毛なんか入ってきた時はこうやってやったからね。へえ、石毛に、うん、まっすぐ後の日本一のキャプテンに。でカウトはね、さすがだなと思ったのはね、もう一つはね、これが決定的なんだけども、私がね、西宮球場で3回で南海戦で 4,5 点取られてノックアウトされたんですよ。で、朝、あれ、次の日の朝ですよ、電話が来たのは。山ちゃん、つって、何ですかって、やめると違うやろな、つって。おー寂しい、やめると違う、なんかやっぱライバル欲しい。いや、違う、やっぱなんか感じたんじゃないかな。あ、今までやってきたね、それでやっぱ感じたとこあったのかなと思いながらね。でも今みたいに試合前に選手同士がなんか仲良くチャラチャラしますやん。そんなんしない時代じゃないですか。できないからね。できないでしょ。話すことはできないからね。そういうことを行えてたということは、より一層こうなんか周波数が合う同士ですよね。だから極端に言えば遠征行ったりどこそこで飲んでても一緒になったらどっちかが出るから。ですね。そういう時代ですからね。今でもだから私が監督やった時にね、中日監督やった時に門谷が言ってましたよ。山ちゃんを助けてやりたかったんやつって、コーチでね。だけど俺体がなつって。落合博満はどうですか。これはまたねそこまでやっぱり研究して打てるかって、彼は究極のところを求めていきますね、うん。門田さんとはちょっと違ったタイプですか。門田は力対力の勝負で勝ちたい、うん、真っ向勝負ってやつ。落合さんはそこの中に読みがある。駆け引きもある、うん、彼が落合が三冠を取った時とか、はい、なんとかの時にシンカーなんか投げなかったんですよ。あんまり。なんでですか。もったいなくて。でも悔しかった、俺のシンカー打ってみろっつって、でシンカー最初投げ出したんですよ。全く打てないんですよ、やっぱり、うん、シンカー最初でね、その次の年かその次の年ぐらいね、ものの見事に打たれ出すんですよ。それで落合曰くね、私ピッチャー返しが進化ないで、ピッチャー返しが来たん、バチャーンとこう足元へ、でグローブ出したから全然間に合わない、うん、すごい当たりだったんですよ、うん。山田の進化の打ち方はこれだって使うらしいんですよ。引っ張ったらあかんねや、流したらあかんねや。違うんです。違うんですか。なんですか。こう落ちていくボールをみんなはね持ち上げようとするんですよ。やっぱ落ちるボールを持ち上げよう、うん、今で言う、はい、
線に入れようとするんですね、角度をつけるっていうね、はいはい、こう落ちてくボールボールを上からこう潰すように打ってみたらどうだろうっていう発想があったらしいんですよ。うん、まあ、ボールは上がるはずだと、うん、転がらない、うん、それでやってみたらしいですよ、うん、で実際私と勝負した時そういう感じで打ったら物の見事でライナーとか上がるようになった。おそれでもうそこから山田はもう負け、へいかにそのピッチャーの一番いいボールを打つかっていうことをやっぱり研究したバッターですね。うん、落合は途中からまた私を打てなくなるんです。うん、で落合がオールスターの時ね、山さんって言ったら、まあ同じ同郷ですから秋田ですから、たまにこう仲良くして山さんって言って、なんだ最近投げてるのピュッとなんかカットスライダーみたいな小さいやつなかなかいいですねっつって、うん、黙ってこう聞き流してこいつ何喋ってんだって思いながらね、こいつのことだからまたそのボールを狙ってるもうそこで駆け引き始まってる。ところがそれを投げてみたんですよ、うん、全く合わないんですよ。うん、それで分かったのは、はい、こいつはとことん進化待ってると思う。あ、進化打つ気頭にない。なるほど。彼に低いボール打つのうまかったでしょ、うん、落ちて、はい、バカーン、うん、じゃあ高めの進化はどうなんだって、これで高い進化を落ち合い用に編み出していったんですよ。ほー、だから落ち合いとその1打席1打席に駆け引きあるっていう、もうバカ試合が延々続いていくんですよ。トータルでは勝った負けたの、やってるやってる。私の200勝かかってる時3本も打ち上がる1試合1試合落ち合いな、お前な9回2アウトお前がバッターで、俺の200勝かかってお客さんも入ってて祝日でもう晴れ舞台やないか、お前を三振取って俺がバッとやるの、お前あそこでホームラン打つかって、山さんあれまっすぐ待ってたんですよ、まっすぐ空振りしようと思ってポンと出した当たったらライトに入ったんですよって。またあの執念深い勝負強さありますよね、落合さんは。ボール打たないもん、 あれが一番厄介。やっぱり山田さんがこう長らく君臨できるためにライバル、好敵手は絶対必要ですね。いっぱいいた、うん、ピッチャーではケイシさんもそうだしね、はい、ケイシさんもいたし、うん、東尾君もいたし、村田兆治君もいたし、村田さん、はい、彼らでも何々大変だもん。あ、でも12年も開幕投手やったらずっといい投手とローテーション当たるから仲良かだから、ね、エース同士が投げ合って負けたチームが下行くんだ、うん、そうですね、うん、だから大変だったよね当時は。勝つためにどんどん積み越えて失敗してほら見たことあるかなと一緒にね、山田さんしか言えないと思います、ね